皆さん、こんにちは。大樹です。今日は、国内某所に、コーチ仲間と合宿に来ておりまして、お付き合い長い人だと、12年とか13年とかなるかなって感じ、の人から、まあ、ここ数年みたいな感じの、人までいてっていう感じで来てますけども、こう、聞いてみたの。最後スランプになったのいつと。そしたらね、案外ね、コーチが始めて7、8年ぐらいまで、スランプになったって言ってて、スランプっていうのは何かって言ったら、もうなんかうまくいかなくなるとか、ちょっとなんならよく分かんなくなっちゃうとか。で、いやーそうだよねと思って、私も8年目ぐらいかなが最後、もう本当にわけ分かんなくなっちゃったりとか、うまくできなくなった時で、その前も4年目5年目とかも本当に分かんなくなってたし、いや大変だったんですけど、でね、だから安心してください。コーチングを探求しては何回かそういうスランプが来る。でスランプが来た後は耐えてればね、やめなければもう一段階上に行くんだよね。要はどういうことかって言ったら、コーチング、まあ、カウンセリングそうだと思うんですけど、小さくまとめることってできるんですよね。コーチングってやっぱりなんかすごい自分のいい愛情深いとかで、相手を信じるって側面をこう出しながら、で本当はどうやりたい、ね、どうなりたいで、具体的には、ね、どうなってたらいいの、じゃあどんなリソースがあって、そこに向かって何ができるとかね、でいうのを具体的に聞いてって、いいねいいねってやることに徹してればね、そんなに難しくないのよ。でなんかややこしいクライアントとか来ても、ね、とか難しいテーマが来ても、いっぱい勇気づけして、でゴールはあんまむやむにあげない、ね、あまり難しいゴールにせずに、でやっぱり、簡単にね、実現そうなものに対してできたできたってやれて素晴らしいって、やってればやっぱ基本はうまくいくんだよね。だからそういうふうに小さくね、コーチングをまとめてしまえば安定するんですよ。で、まあ、別に生涯ずっとそのスタイルでやっていけば、まあそれで安定するわけなんですけど、そこにねやっぱりなんかそれだけじゃなと思って他の要素入れようと思うと、またそれも含んだ上で全体のバランスを取らなきゃいけなくなる。でだからなんかこれまでうまくできたはずなのに、ちょっとねさらに学んでとか、なんか新しいスキルとかやり方とか身につけて、それも含めてやろうとすると、あれあれできてたはずなのにできないってね、こう崩れていっちゃうとかっていうことはまああって、そういうののまあ大きいのがね、多分何段階かあるで、今日聞いてたら、そっか、みんな案外 7,8 年目ぐらいまではそういうことが起こるんだなと思って、でまあ今日ね話聞いた人たちは、とにかくずっと学び続けながらどんどん新しいものを組み込んでいこうとしてる人たちで、だからうまく組み込めた時もね、組み込めずに崩壊しちゃうこともあるんだけど、ただやっぱりね、勇気を持って崩壊させるっていうのは大切で、でそれはコーチングがこう大きくなっていく、ね、今までは全然考えの中に入ってなかったようなね、考え方やり方っていうものをこう取り入れながらね、それが統合されて使われていくっていうののためには、やっぱり古いものを一回壊していく。でだからできてたものができなくなるっていうことがあるんだよね。で自動操縦だったのを一回ね、手動に切り替えて、でぎこちなくやり、で分かんなくなりね、で少しずつ手応え感じて、で意識的にやれるってなったら、それがまた無意識的に自動操縦でやれるようになる。でそのままずっと行けばいいんだけど、新しい要素入れたらまたうまくいかなくなるので、もう一回解体して手動操作に戻して、で慣れてくると無意識になる。まあそれをね、何回かやっていくと、だんだんと、いろんな考え方やり方を、含んだね、そして自分らしくで、いろんな相手に合わせたコーチングにだんだん進化していくんじゃないかなということで、定期的にね、壊れてしまうことを恐れずにコーチングを続けていったらいいんじゃないかな。でそのためにも仲間がいるとかね、で先輩もいるし、同期もいるし、後輩もいるしっていう中で、励まし合ったり学び合ったりね、することっていうのはとても大切なんじゃないかなと思います。いや本当に今日はね、12年目ぐらいまでの仲間だけど、まあ、もっともちろん古い仲間とかもいて、やっぱりねそういう人たちと一緒にね、いろんなこと考えたり、振り返ったりチャレンジで したりね、できるのは本当に幸せだなと思っておりますということで、もうすでに飲んでますけど、またこの後も飲んでみたいと思います。それではまた、バイバーイ。